こんにちは、ココです。今回はナルトのおじさんキャラクター最強ランキングを発表いたします。ココの独断と偏見でおじさん認定されたキャラクターの中で最もイケおじなのは誰なのか決定戦です。それでは早速見ていきましょう。第10位、山中いのいち。コノハの伝統的な一族である山中一族からのランクインです。いのいちは皆さんご存知の通り、イノの父親でありコノハの情報部隊のトップとして臨海大戦では大活躍でしたよね。そんなイノイチの強さは戦闘力というよりも情報分析能力です。秘伝忍術である新天神の術で敵の脳内に忍び込み、敵を錯乱することや情報を抜き取ることで後方支援としてずば抜けた能力を発揮します。直接的な戦闘力は他のおじさんキャラに比べて劣ってしまうことから、今回は第10位にランクインです。第9位、秋道長座。またしてもコノハの伝統的な一族からランクインしました。長座は脇道一族の15代目棟梁で長次の父親であり、見た目もそっくりですよね。そんな長座は秘伝忍術のバイカル術を得意としており、建物よりも大きな体から繰り出される攻撃は凄まじい威力となります。長座のバイカル術は3から4倍ぐらいの巨体になるので、長次と比べてもその強さがお分かりいただけるでしょう。圧倒的なパワーで敵を投げ払う長座が第9位でした。第8位、サルトビアスマ。おじさんキャラクターの代名詞といっても過言ではない男、アスマがここで登場です。アスマはシカマルたちの先生で上人、カカシアガイと同期で守護人十二使という大名を守る役割を果たす凄腕です。戦闘では空遁と下遁を得意としており、特に空遁のチャクラをまとわせたアイアンナックルでの攻撃は切れ味抜群の殺傷能力があります。その他にも近距離から中距離攻撃まで様々な戦闘スタイルを取り、どんな敵にも柔軟に対応していけます。イケオジランキングだったら間違いなく1位なのですが、戦闘力を加味しての順位ですので第8位にランクインです。第7位、ヒューガ・ヒヤシ。ヒューガはコノハにて最強、このセリフが代名詞のヒヤシがランクインです。ネジのおじでありヒナタの父で、厳格でスパルタ教育の父親として有名でしたよね。ヒナタは弱かったために見捨てられたりしてましたから、そんなヒヤシはヒューガ一族の中でも最も強く、八卦空手の威力は大地を切り裂くほどで、八卦掌回転で防御も申し分ありません。もちろん白眼の洞察力も備わっていますので、普通な相手ではほぼ勝てないでしょう。ヒューガ一族が最強だと信じてやまないヒヤシが第7位でした。第6位、奈良四角。コノハの伝統的な一族奈良一族からも四角がランクインです。ここでイノシカ町の一族が全員ランクインとなりました。四角はご存知の通り、シカマルの父で鹿丸以上の IQ を持った切れ者です。そんな頭良かったっけと疑問に思ってしまいますが、鹿丸と将棋を打った時は四角の圧勝で、このことからずば抜けた戦闘スキルがあると言えるでしょう。それに加えて鹿丸以上の影縛りの術を伝えるとなると、相当な固有力を持った忍びか四角以上の切れ者でない限り戦闘で勝利するのは難しいと思います。そんな隠れた切れ者の四角が第6位にランクインです。第5位、半蔵。伝説の3人の名付け親、三将王の半蔵がランクインしました。半蔵の強さはあまり知られていませんが、確かな実力があります。その強さになっている要因は口寄せの三将王、イブセと毒付き鎖鎌です。イブセは体内で猛毒を発生させ、広範囲で猛毒を撒き散らすことができます。また相手を丸飲みして倒すというパワフルな戦い方も可能。デメリットとしては毒を再生成するためには5分かかるということがありますが、それを踏まえてもどんな戦況でも強さを誇る強力な口寄せだと思いました。そして鎖鎌は鉄の塊を投げつけ、鎌を相手に必中させるという2段階攻撃で相手を翻弄しています。かわすことができたのは作中では水根ただ一人という驚異の的中率です。この2つが半蔵の代名詞となる強さで、初見の相手ではほぼ攻略不可能な能力な気がします。そんな毒おじさん半蔵が第5位にランクインです。第4位、ウチャ・フガク。ウチャ一族の長であり、コノハ警務部隊部隊長のフガクはイタチとサスケの父であり、クーデターの首謀者でもあります。そんな陰で暗躍していたフガクですが、実は万華鏡シャリンガンも開眼していました。対戦中に友を亡くしたことから開眼し、一族には最後まで隠し通していたので、あまり公になることはなかったようです。その道術は九尾を操ることもできたと言われており、能力は分かっていませんが、強さは確かなものだと思います。そして4代目ほかげ候補にも躍り出ていたこともあるようですので、暴力以外でも実力があった忍びだと言えるでしょう。
あまり具体的な強さは分かりませんが、武者一族で万華鏡シャリンガンを扱えるというだけで強さの保証にはなりますよね。ということで富岳が第4位にランクインです。第3位、4代目雷影。3代目雷影への名を受け継ぎ雷影となった男です。その実力は当時の五影たちの中でも抜きん出ており、サスケのアマテラスを避けたり、15のゼロ距離攻撃を受けてもびっくりともしなかったりと立場の強さを見せました。そんな雷影の強さは圧倒的なパワーとスピードです。パワーはチョップで8尾の角を折れるぐらいに強力で、普通の人が食らったら粉々になりそうな気がします。そしてスピードは黄色い戦艦と並ぶほどの速さで、雷光の鎧をまとうことでスピードの向上と防御力のアップにも一役買っています。シャリンガンで追うこともできないスピードなので、アマテラスも当たらず、雷影の残像が燃えているシーンなんかもありますよね。パンチ力が抜群に優れていて、遠距離からの強力な攻撃をできる者以外に勝てる忍びはいないかと思います。そんな4代目雷影が第3位にランクインです。第2位、マイカガイ。全身タイツの激マヨ忍者で、最初の方はネタキャラなんじゃないかと疑われたガイですが、いつも化け物級の強さで対戦相手を驚かせていました。そんなガイの一番の強みはやはり八門遁甲でしょう。八門遁甲は自らのリミッターを無理やり外すことで、本来は発揮できないような力を引き出すことができる体術です。そして八門遁甲の最後の門である指紋を引き出すと、五影をも上回る力を発揮できる代わりにほぼ確実に死ぬというデメリットもあります。ですが指紋を開いた時のガイの強さは異常で、肉道マダラすらも圧倒し、死ぬところだったなんてセリフももらっちゃってました。それと意外と知られていないんですが、ガイはカトンとライトンの基本忍術も実は使えるんですよね。これが先天的に忍術が使えないエリートの圧倒的な差かもしれません。そんな熱血闘魂男マイトガイが第2位でした。第1位、ジライア。ナルト、ミナトの師匠であり伝説の3人のジライアが第1位にランクインです。やっぱりおじさん最強といったらエロ仙人しかいませんよね。主人公のナルトの成長もジライアがいたからこその活躍だと思うと、彼の強さが浮き彫りになってくるかと思いました。そんなジライアの強さは技のレパートリーにあります。波動にドドン、ガマを使った口寄せの攻撃、時には封印術まで使用することができます。さらに仙人モードを習得しており、自身の身体能力を向上させた忍術は圧巻でした。螺旋丸やカトン系忍術でパワーでねじ伏せる戦闘スタイルだけでなく、イタチのアマテラスでさえ封じてしまう封印術で防御に立ち回ることも可能。仙人モード使用時には仙釜と協力することで魔剣、ガマ印象という現実までも使っていました。多種多様な戦法はどんな相手でも様々な対応ができるのが分かりますよね。現に初見殺しのペインでさえもジライア一人にあと一歩のところまで追い詰められていました。このことからもジライアがいかに強かったかがお分かりいただけるかと思います。よってオフモードはエロ親父、スイッチが入ると一気に頼りがいのある男になるジライアが見事に優勝を勝ち取りました。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回はマイナーなイケてるおじさんキャラも登場したので興奮した方も多いのではないでしょうか。皆さんのおじさんキャラの推しは誰ですか？コメント欄で教えてくださいね。ジライアのエロと真面目のギャップにやられてしまったという視聴者の方はチャンネル登録もよろしくお願いします。